ラインメタルはドイツデュッセルドルフに本社を置き、軍需、防衛及び自動車部品の二つの事業を柱とするエンジニアリンググループであるフランクフルト証券取引所上場企業。1889年、ハインリヒアハルトによりライン金属製品、機械製造株式会社としてデュッセルドルフで創業した。特に下方の開発、製造で知られ、 同社製格好砲の 120mmL44 は、レオパルトに M1 エイブラムス90式戦車など、西側諸国の代表的な第三世代主力戦車の標準装備となっている。消火器においては、第二次世界大戦の際に開発された、ベルト球弾式機関銃 m g 4 2の改良型で、 非分離式リンクのまま 7.62mm、NATO 弾仕様にした MG-1、後に NATO 標準の分離式リンクを使用できる MG-3 を生産している。この MG-3 は、ベルギーの FN マグと並ぶ、西側の代表的なム用機関銃であり、H&KG-3 アサルトライフル採用国を中心に採用され、多くの国でライセンス生産されている。 1889年、ハインリヒーアハルトにより、デュッセルドルフにて創業。その後も拡大し続け、海外からの注文により大きく、規模を拡大。1906年には、デュッセルドルフの工場が拡張する。第一次世界大戦が始まる1914年、頃には、8000人の労働者を抱える、ドイツ帝国における最大の軍需企業の一つとなる。 終戦時には4万8000人を要する規模にまで拡大し、同社を抱えるデュッセルドルフの規模も4倍にまで拡大していた。1919年、ベルサイユ条約によって、ドイツ帝国の敗戦が確定すると、同社も生産停止が命ぜられる。この時期は民生品へと切り替え、機関車やタイプライターを作っていた。1921年には限定的ながら、 同社にて兵器の開発が再開される。1925年にはドイツ政府は同社の株式の過半数を取得し、半ば国有会社に近くなる。1933年には機関車を生産していたボルジッヒ社を買収。1936年に両社は合併し、ライ・ボルジッヒ社へと解消。第二次世界大戦中は多くの兵器を開発する。 1945年、ドイツの敗戦とともに、それぞれ東ドイツのライボルジヒ社と、西ドイツのライボルジヒ社に分割。東ドイツ側は、東ドイツ人民公社の下に置かれた後、幾度かの統合の際に解消、解雇され、ラインメタル社、ボルジヒ社いずれの名前もなくなった。西ドイツ側のライボルジヒ社は残ったが、商業活動の一切を禁止された。 1950年に商業再開の許可が出された。この時、それぞれラインメタル、ベルリン社とボルジヒ社に分割。ただし軍装備品の開発は許可されず、ラインメタル、ベルリン社ではタイプライターやエレベーターといった民生品を多く作っていた。1956年に第二次世界大戦前にドイツ政府に取得されていた過半数の株式を引き継ぐ。 この際、ボルジヒ社は売却され、残ったラインメタル、ベルリン社はラインメタル有限責任会社へと解消した。また同年より西ドイツ国防軍の再軍備が開始。これに伴い同社では、機関銃、機関砲、弾薬を製造開始。最初の製品は MG1。1964年からは重火器の開発を再開。 1965年には 120mmL44 の開発を開始。1975年に開発完了。1979年にはレオパルト2戦車に搭載されている。またこの他にも1978年に FH-70 の生産も開始している。1993年に重機メーカーのマウザー社を吸収合併した。1996年には 軍用のレーダーやセンサーを製造する企業である STN アトラスを買収し1999年から2003年にかけてスイスのエディコン社より兵器部門を買収した2003年に STN アトラスはラインメタルディフェンスエレクトロニクスとアトラスエレクトロニクスに分割された売上では軍需防衛部門が半分強自動車部品部門が 半分弱の割合となっている。軍需、防衛部門の中心は、デュッセルドルフ、自動車部品部門の中心は、バーデンビュルテンベルク州のネッカーズルムにある。ドイツ国外では、子会社や代理業者を通じて、イギリスアメリカ合衆国、オーストラリアなど世界各地で製品を販売。軍需、防衛部門の売り上げの6割以上は、国外輸出向けである。マルダーに搭載された。 MK20RH200 日作品ありがとうございます。